こんにちは、の久保ですあのー、人生とか、まあ、言葉にはね、まあ、意味がない確かにそうかもしれませんそこに意味を後付けするっていうことも当然そういうふうに考えるのもありだと思いますしうんまあだからそのいろんなことに意味付けできるっていうのが人間の人間たるところじゃないんかなと思うんですよ犬がワンと吠えればねわあ怖いなっていう風な意味付けをするのか それとも別の先入観で、あ、なんか呼びかけてくれてんだっていうのも自由ですしね。で、あの、お盆になったらね、カナブンが食卓にブーンと入ってきて、あ、おじいちゃんが帰ってきたんじゃないのっていうふうに言えば、それは笑い話みたいに聞こえますけども、おじいちゃんを亡くされて初めてのお盆、あ、帰ってきたのかもしれないなというふうに思うのも、別に笑えることではないかなと思うんですよ。まあそもそも、昔の人ってのは情報がないですから、 その宗教とか宗教観っていうのをね、やっぱ寄り所にしたと思うんですよ。例えば、誰も見てないところで悪さをしようと思っても、あ、神様、仏様は見てるかもしれないってことで、手をね、出すのをやめたかもしれませんし、それともですね、死んだおじいちゃん、死んだおばあちゃんが自分を見守ってくれてるかもしれない。だから自分のこと大事にしないとなとか、何か危ない目にあったけど助かった時には、あ、やっぱり、 おじいちゃんおばあちゃんに手を合わしといてよかったっていう風なね、まあ、そういう気持ちって後付きではあるんですけどもそれをね非科学的だと言って一生に伏すものではないと思うんですよその人が大切に思ってることですからつまり全てのことに意味はないけども意思はあるんじゃないかなと思うんですよ意思を込める人にとってはねでこんなね面白い実験があるんですよ量子力学の実験ですけども量子力学っていうのはちょっと難しいんですけどスリット実験っていうのが有名な実験があってね それはどういうことかっていうと光をこう壁に向けて当ててそこにね2本のスリットを出すんですよ穴を開けるんですよねでこっちにその影を投影するんですけどもその時にねすごく不思議な現象が起きて光を投影すると光ってのは波ですから物質じゃなくて波なんでこうさざ波のようにね振動して進むからスリット2本に当たるとこっちとこっちの波が共鳴して こっちの壁には2本の光が映るんじゃなくて複数の光がこうね波のように映るんですよねいっぱい線が、まあ、これっていうのはあの物理をやった方だったらちょっと想像できると思うんですけどもあの要するに波だからこのスリットから抜けた波っていうのが干渉し合って複数の波を作るっていう理屈ですねでこれがあずっと仮説されていて実験したらそうなったんですよ で、この次です、不思議なのは。よし、じゃあ、これを撮影して記録に撮っておこうと思って、カメラをよっちらよっちらって置いてね、で、カメラで撮影しだしたんですよ。そうすると、なんとですね、光がスリットを通り抜けたら、今度は波打たずに、まっすぐ進んで、こっちに2本の影しか残さなかったんですよね。これがどういうことかっていうと、どういうことかわかります観測していれば、それは物質になり、観測してないときは、 波になるっていうね無意識だと思っていた光に意思があったってことの証明でこれ未だにどうしてそういうことになるか解けてないんですよね。ままだ解けてない秘密はありますす惑星の回転ですねそれから分子電子陽子こういった小さな本当超ミクロなものってて振動してるんですよでも電池がついてるわけじゃなくてエネルギーがどっからか供給されてるわけでもないのに、ね、なんで振動し続けることができるのかな その振動ってものが一定の固有数を持って私たちの肉体を作ったりとか、石とか、鉄とか、無機質を作ったり、風を作ったり、空気を作ったり、地面を作ったり、火を作ったりしてるわけです。おおよそ全ての物質ってのは固有の振動数を持ってるのが分かってるんですよ。でもその極小の小さいものは振動している。そして惑星みたいなでかいものも、自転とか光転っていう、どっからエネルギーを取り出すのか分か,んない分かんないけども、動いている。 これは一体どっから来るんだろうかと。私たち人間は何かのエネルギーを取り入れないと、食べ食べ物とかはね、光とかを取り入れないと死んでしまうんですよ。で、車にしても、何か物質でも動かし続けようと思ったらね、エネルギーを供給しないといけない。もしくは、動いてること自体でその物体が自分のエネルギーを消費してちっちゃくなって消えてしまうんですよね。例えば氷です。氷ってのは溶けるっていう表現しますけども、あれはですね、周りから熱を奪うエネルギーが 迫っってててきて氷自体のエネルギーがなくなっていく様子なくくいんですので,で氷に凍らせるためのエネルギーを注入し続けると氷は溶けないっていうねことが起きます。まあ、これが冷凍庫の原理なんですけどね。まあ、何を言いたいかというと明確には分からないけどもこの世の中にはあらゆる物質生物意志がないあ意味がないと思われていたんですけども何らかの意志が働いてるんじゃないかなと。惑星はエネルギーを取り出さずに動いている。分子子子やや陽電子も 誰もエネルギーを供給してないのに振動というね運動をしながらもその固有の物質は消滅しないというねこれ不思議だなぁと思いますよね引力もどっかかからら来るのか未だに分からないんですよ。そしてその引力がどんなに遠くのものも引っ張ってるんですよそれこそ1 0キロ先のものも1億 km 先のものも引っ張ってるんですよね逆に遠くの何光年先の惑星から私たちが引っ張られてるっていうねこのバランスでできてるんですよ だただ宇宙の果ての果ての果ての方から来る重力はまだ私たちに届いてない影響力を出してないんですよ重力にすら物質化なんかのねエネルギー今日距離がなんかいるというスピードが時間がかかるってことなんですよまあ考えていくとキリがないですよねでもねこんなことを考えなくても知らなくても 天体がどうとか分子や電子がどうとかって知らなくても飯を食えばうまいしね悲しい時は泣くし寿命が来れば死ぬしみたいな感じで人間の営みは全く変わらないんですよつまりはそんだけ勉強しても大した意味はないんですよね金持ちになったってお金余るわけじゃないですかじゃあ10億円余って死にましたって言ったら10億円稼いだその時間が生きてる間の無駄だったってことですよでもそこにもしね意思を残すとしたら 一人一人の人生でも使い切れないぐらいのお金を稼ぐことができるんだっていう意思を私たちは組み取ることができるんですよで。逆にですね、100億円とかを爆死でっちゃったみたいなね、大手企業の社長いましたけども、そこにも意思を感じることができます。それはですね、100億円吸っても、へっちゃらで生きていけるような経済基盤がその人にはあって、まあスキャンダルにはなったけども、それを跳ねのけてね、ひょうひょうと暮らす賢さもあると。さらに、 ギャンブルってこういうことも起きるんだよっていうね。その教訓にもなるかもしれません。まあそのギャンブルでね、お金をなくした人は、ある紙会社の御曹司だったんですけども、100億円なくしても別に減っちゃうし、その人はギャンブル中毒でも何でもないし、トークは上手だし、勉強は好きだしみたいなね、人付き合いもちゃんとするしみたいな感じで、まあそこにね、えー、なんか意味付けをするとしたらあの、二流三流が中毒になる。でも一流は、 そのギャンブルすら使いこなしてコントロールしているってことなのかなと思うんですよね。はい、ということでね私はまあ意味はないけども意思はあるとその意思が後付けで意味付けをすると一つの学びになるのかなと思ったり思わなかったりですね難しい話ですいません今回はね量子力学からあちょっとねお話を抜粋してきました。